確かにこの長崎チームのが派遣されていることを通して私があなた方一人一人に語っていることがあるので、それを正確に捉えておきなさいと主は教えます。この開拓当初に語られていたこの予言の成就というのをこれからさらに見始めると主は言われます。その中でも特にこのスマートな教会になると語られていたこの言葉の意味をその当時ほとんどの方が理解していませんでしたが、この21世紀このスマートな教会と語られていたことは AI、IT を駆使したこの宣教活動となることを意味していると主は言われます。言葉のこの主の言葉の真実のうちをさらに歩み続けていきなさいとおっしゃされます。その信仰の歩みを通してさらに私は壁を打ち破り、また私の栄光と計画を表していくとおっしゃされます。この螺旋階段のように導くと私が語っているように、確かに開拓当初行われてその後行われていなかったことからが再びこう私の手によって行われ、また次の高値でそれが行われるようになると主は教えます。このいよいよこの2世代目3世代目がこの長崎にチームとして導かれ、群れ全体の2世代目3世代目がこう祝福される中で、主が語られていたこの21世紀型のこの教会形成というのがさらに具体化していくと主は言われます。一つの主の大きな時がやってきたと示されます。この中でさらに私の声を聞き、あなた方のその踏み出す一歩を通して私自身の栄光を表していこうと示されます。それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for my good。愛する様、予言の言葉をありがとうございます。また賛美をありがとうございます。主がこの場所に満ちておられ、また私たち一人一人にすでに触れてくださって語っておられることを感謝します。さらに御霊ご自身がどうぞ私たちを強め、また語ってくださるようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお願いします。アーメン。どうぞお座りになってください。皆さんこんにちは。こんにちは。また、インターネットの皆さん、こんにちは。おはようございます。またこんばんは。なぜ私がここに立っているかというと、8月ですね、8月ではなくて 9月ですけれども、パウロ秋元牧師が、四国の方で、この骨折そして手術入院されて、そして9月5日の方にこちらの方に東京の方に転院されて、今リハビリをなさっております。で、1、2ヶ月ということはあと1、2ヶ月と言われてますけども、こう入院中ですので、今日はペテロ久保田が代行させていただきたいと思います。最初に共にですね、パウロ秋元牧師のためにお祈りしていきたいと思いますけども、最初にパウロ由美の牧師に、お祈りの時を、持っていただきたいと思います。パウロ秋元牧師が今入院が許されていることをありがとうございます。またその後ろにもあなたの素晴らしい計画があることをありがとうございます。しかしどうぞあなたが今パウロ秋元牧師に望んでくださり、速やかな癒しを与えてください。速やかにこの筋肉、この足の筋肉を強め、またこの変えた骨折の場所もあなたが整えてくださり、どうぞ痛みから解放し、また速やかに自分の力で歩けるように、そしてまた御心のリハビリが速やかになされていくようにしてください。
またどうぞあなたの憐みと恵みによって、どうぞこのイスラエル派遣に行くことができるように、どうぞ助け導いてください。あなたにとって不可能なこと何一つありませんから、どうぞパウロ牧師に触れてくださり、そしてどうぞ奇跡的な回復を与え、予定よりはるかに早くこの自身で歩き、そしてまたこの奉仕に立てるように、あなたが助け導いてくださいますようにお願いいたします。愛する様、今回の事柄が許されたことも感謝します。この裏に素晴らしいあなたの計画があり、それは必ずパウロ秋元牧師にとって、またご家族にとって、そして教会にとっても大きな祝福であること、恵みであることを信じ感謝します。主よ、どうぞ今リハビリをなさっておられますけれども、どうぞリハビリの中においても主が共にいてくださり、癒しをなし、また回復を進めてくださり、また御心の一番早い時に復帰し、そしてイスラエルチームにも必ず参加することができるように、どうぞ主がどうぞ癒しをなし、またこう回復を進めていってくださるようにお願いいたします。それではですね、共にお祈りする時を持ちたいと思います。ここにおられる方もインターネットの方もですね、心の中で神様に向かってですね、パウロ秋元牧師とまたご家族のためにですね、共にお祈りする時を、心を合わせて祈る時を持ちたいと思います。愛する様、今心を合わせて祈る時が与えられたことを感謝します。ここで祈った一つ一つの祈りが聞き届けられたこと、必ず祈りの答えを見れることを信じ感謝します。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。どうぞぜひですね、パウロ秋元牧師、またご家族のことをですね、覚えてお祈りしていただきたいと思います。不思議なことがあって、秋元牧師は東京 TLEA ですね、この東京安定教会の牧師として建てられて、 TLEA 全部で全体としても建てられている器なわけなんですけども、何一つ偶然はないわけなんですね、聖書は言っているのは。で、秋元牧師が入院するたびに何か主の技が進んでるんですね、今までの、こう見ていくと。例えば最初にパウロ秋元牧師がまばし教会の副牧師をなさった時に、スキー合宿で骨折をされて入院されたんですね。で、そのことを通してですね、何がこう始まったかっていうと、その入院中に開拓に出なさいと、自分の足で立ちなさいっていうことが語られて、開拓を始めなさいっていうことが語られ、また結婚のことも示されたということ で結局 TLEA というか、死の十字架クリスチャンセンターがスタートするきっかけは、その秋元牧師が入院されてた時に指名されたことだったんですね。で、この前の白馬キャンプで秋元牧師が2018年から2019年にかけて3回の怒涛の入院をしたっていう話を秋元牧師はなさったわけなんですけども、でもその中で何が開かれたかっていうとですね、TLEA ですね、その TLEA っていうですね、新しい教会の名前が与えられたわけですね。30年間、死の十字架クリスチャンセンターという名前だったんですけれども、それが TLEA という新しい教会の名前が与えられたのも、実はこの前の入院中だったわけですね。ですので、とか秋元牧師が入院されるたびごとに、なんかこう、いろんなこう、それが一つの節目となってね、なんかこう、いろんなことが進んでるなって思うわけなんですね。で、今回もよく分かりませんけれども、秋元牧師が入院されて9月5日に東京に戻られたんですね、木曜日に。で、9月6日から長崎チームが始まってるんですね。なんかこう秋元牧師のなんか入院とともに長崎チームがこう始まって、今どんどん長崎に向かってるわけですよね。だからよく分かりませんけれども、きっと後から振り返った時に、この秋元牧師の今回の入院のことが何かのこう節目となって、でこれは実はすごく大きな祝福だったっていうのを、私たちは絶対知るようになると思うんですね。ですのでぜひですね、覚えてお祈りしていただきたいと思います。
それでゴスペルライブテレビの、臨済のことで今日は5曲ありました。で最初、それで臨済をね強く感じた曲、一番強く感じた曲にこう手を挙げていただきたいと思います。一番最初はウラノスで服の音、これがこのいい曲ですね、はい、ありがとうございます。次に、星名優輝くんの終わりなき旅路ってから、演歌ですね、はい、でそれから、7週でカンカン感謝ってね、あの新しい曲です。こういう曲作ってみたいですね、こういう、曲、これが良かったっていう方ですね、はい、ありがとうございます。それからトゥルーバインで今の長崎チームが出てるんでちょうどですね、西坂ちょっと前の曲です、はい、ありがとうございます、はい。それから、新曲で愛は愛、はい、同じぐらいですかね、こう、ありがとうございます。それからですね、癒しの祈りを週5人以上祈るってことですね。でいなかったら自分を祈るっていう宿題が出てるんですけど、その宿題をやった人はどのくらいいます、はい、ありがとうございます、はい。でその宿題をやって何かこう癒しが起きたとか技が起きたっていう人いますかね。あ、じゃあ増川君。右目のですね、目尻の方にですね、ちょっと出来物ができてたんですけれども、祈ってですね、今昼間祈ったんですけれども、夜になったらですね、完全にそれが消えてなくなっておりました。します。はい、他ありますかね。はい、じゃあ手も手小林牧師。本当に食べれないでちょっと危ないっていう感じだった方が低栄養状態を出してですね、非常にこう食べれるようになったっていうことですね、はい、はい、ぜひですね週5人以上お祈りを続けていただきたいと思います。神様の前ではその私たちはねこう小さい愛しちょっとね祈ったら熱がちょっと下がったっていうのち小さい癒しとか死人が蘇りは大きな癒しみたいな、まあ、奇跡だって思ったりするんですけども、まあ、神様の目にとってはどちらも同じぐらいのことなんですね。です。でこれからいろんな癒しの技がどんどん起きてきますので、ぜひ忠実にですねお祈りをしていただきたい、癒しの祈りをしていただきたいと思います。それで今、長崎チームっていうのが出てるんですね。でその長崎チームが今出てるのは第3チームが出ているわけなんですけども、なんか台風がね長崎の方九州の方直撃して、それで今回のチームは、日曜の午後今日の午後にもう長崎を出発して広島に向かってるらしいんですね。だからもうそうそう夕方チェックしてみたら本州に入ったっていう話だったんですね。ですのでまたその飛行機で帰ろうとしてた人たちは飛行機が飛ばなくなって新幹線で帰ってるとかね、まあそういうようなことも起きてます。ですのでまあ派遣っていろんな形でですねこういろんなことが起きたりするんですね。ですのでまあその中でですねこう本当にこう神様の御心を行っていくことができない、まあ、最後までこのチームが守られてね帰ってくることができるように今出てるのは第3チームですけども、ぜひお祈りしていただきたいと思います。でそのうち10月4日からですかね第4チームって、東京アンテオキ教会以外の、チームで第4チームっていうのが出て、それから10月の10日前後のそこら辺で、TLEA の全体のそういう、41歳以上かな、そちらの方のチームが、4つ出ます。で同じ期間に4つ出ます。ですのでどんどんとこう出てきますので、ぜひですねそのチームのことを覚えてお祈りしていただきたいと思います。で第2チームが先週帰ってきましたので、そちらの方の映像がありますので最初にその映像を見ていただきたいと思います。自分の足で立ちなさいっていうことを何回も語られていて、信仰的に全然親離れできてないから、すごくお世話になった方が亡くなられたんですね、突然。
自立っていうことがすごく語られて、今妊娠4ヶ月なんですけど、思って祈り始めたらだんだんつわりが収まってきて、正直自分がリーダーになるっていうのはまずないだろうって思ってたんですね。まあ、光くんがリーダーで私はその一世代目と私光くんからの自立かなって話しようということで、心を収めて、祈りして礼拝した瞬間に、もう目につぶった時に太陽の光がまっすぐ触ったんですよ。本当に主が心に臨在されている感じで礼拝してる中、確かにその主の臨在が本当に進まれてるなっていうのを、感じて聖書を開いたんですよ。なんと使徒の7章だったんですけど、ステファノが殉教したところなんですね。でステファノが殉教する前に見なさいって天が開けてるこの言葉で、最初何だろうと思ったんですけど、天が開けたというのはここに神様が本当におられる、で神様がここに臨在されるというのを、明確にその時に神様が語られたんです。すごい、何すごい、ぴったり。そして土曜日の朝合流する予定でした。もう13時半には完全にもうフリーな状態です。なんと三原で合流して今みんなと過ごしています。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に移る。聖なる中ですごい元気になりました。注ぐ永遠の希望の一粒を大地に落ちて、ルドビコ茨城っていうのは山本村で神様を選んだ彼の子孫に選択した力っていうのは神様の力だったんですよ。本当に神様に従うことが喜びであり、本当に恵みであり、最高のもの、それ以外のものは暗い棒にならないっていうのを彼は本当に知ってたんです。今日預言の通し語られたことは何だったかというと、神様は喜んでるってことだったんです。神様が語られたその言葉に従ったその一歩を神様は今回まず喜んでるってことがあったんです。でその喜びっていうのは、あの時今から400数年前、ルドビコ茨城が神様を選んだ喜び、その時皆さんが喜んだ、その同じ喜びを今皆さん一人一人に神様が
トギスの時も私の感覚ではそのまっすぐ対応できる本当に天が開く中で今日正解にここ集まって、司会者がすごく集まって主の質問でしょうかって時にクーって臨在が揃ったんですね。本当によかったって、選んでよかった、従ってよかったって、来てよかったって、本当に主におられる。主がいます、主よ崇めます、永遠に礼拝します。十字架とても険しい道ですよね。で、道なき道を行ったんですよ。石が積まれて自分たちで作ってる道でも Google の地図をそれを指してるんですよ。地図上で道がありませんのでとりあえず進んでくださいみたいな、そのわけのわからない道を進んで、その道を進んで全員で登って、十字架の道を行った時にすごく平安と臨在を感じていることができてですね、で本当に神様の喜びというのがここにあるということからですね、思わされて、その後下っていってですね、下っていった方が正規ルートみたいなですね、で記念碑があって、でこれ十字架の道って書いてあったじゃないですか。いや、これが十字架の道なんだと思いながら、私たちチームは険しい道を選んだんだ。それぞれに神様が求めておられる聞き従い、で神様が求めておられるその十字架がある。でその自分のその十字架を、人のその十字架、人が入ったからそういった意味をするでなくて、神様が私たちに備えたその十字架があるので、その十字架を追ってイエス様が死に至るまで私に従って歩んできなさい。ご先祖、しかし滞在の日数が尽きると、私たちはそこを出て旅を続けることにした。神様が戻りまして、ここからスタートしたって言われましたけれども、まだスタートして、これからさらにその旅っていうのは続いていくんです。で、24世人が死に至るまで忠実に従っていった歩みのように、私たちも死に至るまで神様に従っていく。言葉を実行する人になりなさいということで、祈り従う道っていうのは本当に神様が共にいてくださって、本当に神様の本当に愛を受けながら、神様の本当力によって、恵みによって、本当私たちも全うしていくことができるんだな。私じゃないから、神様の力だから、あ、できるんだっていう確信が与えられて、命をかけて従います、捧げます、私の子供も捧げますっていう風に、殉教者の方のうちの国として祈りの答えとして私たちが与えられていて、私がその祈りなんだってことがはっきりと分かりました。やっぱり祈りなんだっていう、祈りが土台なんだっていうことを知って、声優の力がないと何もすることができないんだなっていうことを知って、自分の力だけでは何もできないんだ。神様はふさわしくないものを選び呼んでくださっていて、私がそれに応答するときに用いてくださるので、私たちの歩み、この旅というのは、天に帰るまで続いていく。これが、今のが第2チームなんですね。それで、神様から語られていることがあって、主の十字架っていうか TLEA に関しては螺旋階段のように導くってことが語られていて、同じ風景なんだけどもっと高いところでこう見るっていうか、そういうことが語られてたんですね。それで、長崎チームっていうのは一番最後に出たのが1986年の9月だそうです。ですので、それから33年経ってるんですね。でそして2019年の9月に、今チームがどんどん出ていってるんですね。それでその長崎チームっていうのは どういうふうに語られたかっていう と、海外選挙の備えと。で海外選挙はチーム派遣っていう形で行われるってことで、でまあそういう形で長崎への
そうチームで行って祈り込みをする神様の語りかけを受けるっていうのが出た後に、1986年の9月に出た後に11月に初めて海外宣教のチームが実際に出ていったっていうそういう事実があるんですね。で今語られているのは今9月に、どんどんと長崎チームでしかも2世代目3世代目が大体中心だと思うんですけども信仰の事実ってことが語られて、それでまたこう次の段階の海外宣教ということが語られているんですね。ですのでおそらくこの単に長崎に行っただけじゃなくて次の段階の、海外宣教っていうことが、まあ、これからこう進んでいくんではないかなと思います。ですので、まあ、これからどういうふうに神様を導くかっていうのをぜひ期待していただきたいと思います。で教会からこう使わせたチームなの で教会にこうその祝福が今注がれてるんですので第一チームから始まってますけど第1、第2、第3が今出てますけどもでこれから第4、それ第5が4つ出るわけですよね。ですので、まだ、9月の6日から出て10月の14日ぐらいまではあるわけですよね。ですのでこの間、まあ、長崎チームがひっきりなしに出ていくっていうこういう時期なんです。ですので、まあ、実際に行かれる方もおられると思いますし取りなす方もおられると思いますけれども、ぜひですねこの時に教会に神様が語ろうとされている言葉があるので皆さんに必ず語ろうとされていることがあるのでその語りかけをねぜひね受けるぞっていう感じで言っていただきたい。よくイスラエルチームと海外宣教チームの時にその問いなしている時にこう同じ語りかけがあったりとかいろんな語りかけを受けたりしますよね。同じように長崎チームは確かに国内なんですけどでも教会が使わせたチームなのでその中で語られることがあると思うのでぜひそれを受けていただきたいと思います。で特にこう秋元牧師がちょうど東京の病院に転院された翌日からねそこからこのチームが始まっているというところはすごく面白いなっていうか本当に神様の手があるなっていうのを感じてますしそれとともにですね、まあ、私は個人的に思っているんですけど例えば今日の、東京アンティオ教会の教会のデボーション箇所はヨハネの12章だったんですね。でヨハネの12章っていうのは一粒の麦のところなんですけど12章24から26のところにありますけれどもあれは教会の TLE の教会のですね真ん前にこうパンと出てる御言葉なんですね。だからすごく語りかけあそこに教会のお墓のところに立つ時ですねどうしても見えてしまうというねその御言葉ではあるのでなんかすごくこう語りかけを受けるっていうねそういうのを感じますしで、まあ、さっき明かしされている方もいましたけどまあその長崎チームの前に例えば私の場合はお世話になった例えば三重教会の牧師夫人の、増田糸さんが昇天されたということだって実際前夜式と昇天式の方にも私も参列しましたけれどもやっぱりこう天国のこととか永遠の命の価値とかそういったことを考えざるを得ないっていうね、まあ、まさに26世紀の歩みとかねそういうのも重なってくると思うんです。ですので、ぜひですねいや自分はもう、 こう参加しないからとか言ってねそれで冷めないでですね、しらけないでですねぜひこのチームを通しての神様の語りかけとか祝福をですねしっかりと受けていただきたい。神様は語ろうとされているんですね。で例えば、黙示録を一回読みなさいとか、参加する、ね、条件としてあと東京アンティオク教会のに乗って自由の動画を 見てくださいっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのを実際に見てですね、語りかけを受けていただきたいと思います。で私はこれ個人的にすごくそうもしかしたらそういうことかなって思ってることがあってなんかこうこの長崎チームが出てる最中に、まあ、なんかこう26世人の歩みをに自分自身の歩みをこう照らし合わせてねちょっと自分の今までの歩みはどうだったのかなってこれちょっとリセットする必要があるかなとかねまずなんかそういう例えば地上において旅人であり希留者ってありますよね。で私たちの国籍は天にありますってあるんですけども実際そういうふうな歩みになってたのかどうかなっていうのをもう一回こうリセットしてみる必要があるかなって。例えば秋元牧師がよくおっしゃいますよね。イスラエルに行くことを通してそこで永遠って我々は永遠の存在だってことにリセットするっていうことをおっしゃられてましたけどもそういうように26世紀の歩みを通してねもう一度こういや旅人であり希留者なんだとか
本当の国籍は天国なんだっていう、そういった歩みっていうのをこうリセットする、まあ、いい時になるんではないかなとか、なんかちょっと個人的には思っています。で、皆さん一人一人にですね、神様を語ろうとされていることがあるので、ぜひそれを受けていただきたいと思います。それでですね、エルサレムの平和のために祈りの集会が10月6日にあるんですね。そちらの方の紹介映像ができてますので見ていただきたいと思います。エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が仕えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。詩編122編6節から7節。エルサレムの平和を祈る集い。エルサレムの平和のために祈れの集会がですね、10月6日の日曜日の6時からハイエットリージェンシーであります。で、これは世界的なこう働きなんですね。で、それにこう TLEA も加わって、それにこう世界中で祈るっていうのが加わってるわけなんですね。で、そのエルサレムの平和のために祈れは、今説明があったように詩編の122編の6節から7節にある言葉なんですけど、おそらく聖書の中である地域のことの平和のために祈ってってこういうふうに書かれている場所はこのエルサレム以外ないと思うんですね。主が愛された都であるエルサレム、そこなんですね。それで、私たちは神様の恵みによって今いろんなことが開かれてきて、そのエルサレムって言った時にこの地上のエルサレムと天のエルサレムっていう言葉が、今どんどんと開かれてきてるんですね。だから確かに地上のエルサレムの平和のために祈るんですが、だけどやっぱりなんかこうやがってこう下ってくる天のエルサレムってこともなんか思いつつね、エルサレムの平和のためにってもっと長いスパンでなんかエルサレムの平和のために祈れっていうのがこうなんかこう感じ合えるようになってきてるんですね。ですので ここの今のね、地上のエルサレムだけじゃなくてやがて千年王国の後に天のエルサレムがこのおそらくエルサレムを中心としたところにこう下ってきて吸収してっていうふうに秋元牧師は説明されてますけども、そのエルサレムの平和のために、だからエルサレムっていうのがやっぱりポイント中のポイントだと思うんですね。神と子羊の御座で、それがやっぱり天のエルサレムのやっぱり中心にあるっていうのがこの前の2018年のイスラエルチームで秋元牧師がこう語られたところなんですけども、ですのでまあぜひですね、このエルサレムの平和のために祈れ、会場の方でも加わることができますし、インターネットでも加わることができますので、まだ登録がしていない教会とか方はですね、ぜひ東京アンテオ教会の方に、連絡先が出てますので、そちらの方に加わっていただきたいと思います。それではですね、イスラエルチームの紹介映像を見ていただきたいと思います。主を褒む。
ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最10倍の実を結びます。ただ一言、福音を述べられたいと、それだけです。御言葉を携えてですね、今年語られた、この今年度語られたこの言葉をしっかりと握って、そして100倍の実を結ぶように働きを出せたらいいなと思っています。新年度に与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、彼らのふるさと、そして片息その上に立ったらエルサレムって、ここだってことだ。天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に、つまり永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。今日聞いて悟るっていう時に、どういう過程があるかって言いますとですね、一つは御言葉を聞いて何を言ってるのか理解する、それとともにですね、もう一つは何かというと、理解するだけでは何も起こってこないのですよね。具体的にですね、で、それを受け取るですね、あ、そうだな、で、それまさにその通りであるなというふうに受け取ると、それが一つ次の課題となってきます。そして受け取って、それに従い実行していくっていうことをね、こう主が言われてるんですね。神の言葉に立つ、神の言葉に従うことがそのポイントなのです。言葉の力が現れている、神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに、私たちは御言葉の内容をより悟ることができるようになる。これを一つ覚えておいていただいて、こういうふうに思います。私たちが神の言葉に立つならば、必ず実は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、まあ、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよ。だから実はほんのちっちゃな 実かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの 実かもしれませんが、しかしそれは出てきてるわけですよね。悟るということを言ってるわけですね。これが神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね、具体的にですね。でその時に、実は実が出てきたですね。言葉にあって歩む人を用いるんですね。私たちは少しながら理解してます。いいですか。でさらに理解しているでしょう。その分素晴らしい感謝の恵みはね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるってことですよね。とイスラエルチームですけれども、今回もですね、2019年の10月28日から11月9日まで出ます。ですので今日が9月22日なんで、あと1ヶ月なんですね。それで、イスラエルに行くこと側は神様のこう御心だって秋元牧師は繰り返しおっしゃられてますけれども、御心なんです。ですのでぜひ祈ってください。で祈って、で今現在として、例えば経済がないとか、あるいは、いろんな仕事の休みが取れないとか、でいろんな家庭の状況で行けないとか、
あるいは自分の体調が悪いとかいろんなことがあってねいけないっていう状況だとしても、でも御心ならば神様がそれをすべて逆転させてくださるので、ぜひですねまず祈っていただきたいと思います。それで借金はしないっていう原則ですね。それから職場の上司とは喧嘩しないでくださいってことなんで、祈ってくださいってことを繰り返し秋元牧師おっしゃられてますけども、ぜひ祈ってください。それであと1ヶ月なので、まあイスラエルチーム の奇跡で参加したっていう証はですね、これから始まるぐらいのタイミングだと思うんですね。でなぜか知らないけど聖書を読んでると、神様の技って直前じゃないですか。直前ってギリギリのところで起きるってね。で使徒行伝12章でペテロが処刑されようとしてたんですね。最初ヤコブが殺されて、でその見つかりが使わせたのはね前夜なんですよ、ね、2日前とか3日前でもいいと思うんですけど、前夜にその見つかりが使わされてですね、扉が自動バーッと開いてですね、それは教会が祈っている時に、でそれでこう奇跡が起きたっていうのは起きてる。でもそれは前夜なわけなんですね。だから、まあ、イスラエルに行きたいなと思って祈ってる方で、でも全然動かないからもういいやって思ってる人もひょっとしたらおられるかもしれませんけども、大体神様の奇跡っていうのは私たちが思ってる時と違う。だってラザロだって死んで4日も経つでしょっていうところからですね、蘇りの奇跡が起きたわけですよね。だからそういうふうに私たちが思ってもう無理だって思ってるのを超えて主が働くっていう場合はよくあるので、聖書から見ていると、ぜひですね無理だダメだ絶対行けないとか、そう最初から決めないでですね、行きたいなっていうその思いがあれば、正直にそれを神様の前に出てですねお祈りしていただきたいと思います。絶対に奇跡は起きます。でイスラエルに対してこう参加できる状況では全くなかったけれども、参加できたって証を持って参加している人が絶対たくさん出てくるはずなんです。ですのでここで諦めないでぜひしていただきたいと思います。でイスラエルに行くことによって何がなされるかっていうと、まあ秋葉牧師がよくおっしゃるのは、私たちは永遠の存在なんだってことで、イスラエルっていうのはただの場所じゃないんです。そこは永遠に関わる場所なんですね。というのは何かっていうと、例えばエルサレムに関しても、まあ、その再臨の後に千年王国があって、でその後に天のエルサレムがそこに下ってくるって、そして地上のエルサレムをおそらくこう吸収するだろうと。そしたらそれからはずっと永遠にそこに私たちは住むことになるわけですね。だから永遠なるものがそこにあるんです。でそこに行くことによって、ああ私たちは永遠なる存在なんだっていうことを再確認してリセットされて、11月スタートイスラエルからスタート、イスラエル人として霊的なイスラエル人としてスタートするっていう、まあ、そういう、こう教会にとっても群れ全体にとっても非常にポイントのチームですので、ぜひですね最初から諦めないで参加することをですね求めて祈っていただきたいと思います。それでですね聖書の方に入っていきたいと思います。今日はマタイの福音書の13章の23節、そちらの方に出てますね。それでは読まさせていただきたいと思います。マタイの福音書13章の23節、ところが夜市にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。お祈りします。御言葉を通して必要な言葉を語って、主が語ってくださるようにお願いいたします。あなたに委ねます。イエス様の名前によって祈ります。アメン。この御言葉っていうのは、東京アンテオ教会にとってもまた、TLEA 全体にとってもすごく重要な御言葉なんですね。でなぜ重要かっていうと、年度の御言葉だからです。でイスラエルチームで2018年の11月のイスラエルチームのところで、先ほど映像がありましたように秋元牧師が、まあ、いつもそのガリラヤ湖畔での新年度礼拝ってあるんですけども、そこで年度の御言葉はこれですっていう示された御言葉を開くわけですね。それが東京アンテオ教会において、また TLEA 全体にとっての年度の御言葉ですので、1年間重要な御言葉だっていうふうに語られるわけですね。でも最近はですね、そこからずっと関わってくるっていうような
掛けもされているので、まあ、それは今だけじゃなくてこれからずっと再臨に至るまで重要な御言葉っていう形になるかもしれません。でもとにかく今、東京アンティオキ教会においても TLEA 全体にとっても、今年度最重要の御言葉がマタイの福音書13章23節なんです。この御言葉なんですね。でそれで、まあ、まずそこをねこの、意識した方がいいと思うんですね。それとともにあの映像で出てましたけれども、あの秋元牧師があの御言葉を開いたのは普通ではない状況で開いたんです。でそれで私はその新年度礼拝の時に司会をさせていただいてたので、秋元牧師がその新年度礼拝が始まる前に、まあ、私にあのおっしゃられたのは何かっていうと、御言葉を読むのはいつも最後の最後のところで読まれ礼拝のだけれども、その2018年の11月の時は今までない形だったんですね。それはどうなのかというと、最初に新年度礼拝が始まって一番最初に御言葉を読みますと。なぜ御言葉を読むかというと最後まで持つかどうかわからないからっていうことだったんですね。でともかく御言葉を読めば自分の責任は果たすことができるから、私はその御言葉を読みますっていうふうにおっしゃられたんです。ああいうのは初めてです。でもう本当にこう熱中症か熱射病というか、そういうそっちの方もあったし、日差しが強かったんですね、すごく。なんでそういう中 で秋元牧師が開かれたのがこのマタイの福音書13章23節だったわけなんですね。ですのでもともと年度の御言葉として重要ですが、まあこういう言い方をしてはあれですけども、まあ、こう命を張ってっていうか、それぐらいの覚悟で最後までこう大丈夫かなっていう中で開かれた示された御言葉を開いたのがマタイの福音書の13章の23節だったわけです。だからその重要性っていうのはすごくあると思うんですね。だからただもともと年度の御言葉は重要なんだけど、それだけじゃなくてこの御言葉を伝えたら自分の役割は果たすことができたからって、まあ、実際はねその後回復してですね、アルベルさんでも礼拝に参加されたし、夜の礼拝は本当に普段以上にもっと伸びやかにですねで語られて、で最後の最後のところであの夜の礼拝で言われました。これで私の役割は全部あの終わりましたと。レオンさんのこちらに来てレオンさんのコメント言って、新年度礼拝アルベルさんもやって、で年度御言葉も言ったんで、私の役割は終わりました。じゃああと1週間なぜあるんだろうか、どうしてあるんだろうかなって、これからの1週間が実はポイントなんじゃないかっておっしゃられたんです。まさにその通りで、その最後の最後のところですね、みんなこうお土産を買ってですね、イスラエルから、でこれで帰るぞっていう感覚だったんですけど、ポーランドのワルシャワのショパン空港っていうんですけども、着陸15分前にノーブになって着陸できず、そこから300キロ離れたところに着陸になったんですね。で秋元牧師がこれがきっと何かあるんじゃないかっていうのが起きて、で結局12のチームになって帰国になったんですね。で今思うと、さっき見ましたよね、海外宣教がこれから長崎チームの後に次の段階の海外宣教が開かれるっていう形が語られてるんですけど、もうなんかその時からですね、海外宣教の12のチームですよ。でずっと前から語られてました。でどう語られたかというと、同時期にいくつもチームが分かれていくようになるっていうのは語られてたんですけども、まさか12のチームって、もうすでに12のチームで動いた。で場合に人によっては1人のチームもあった、で言葉が全然できないチームもあった、でもなんとか無事に東京カリスマ聖会に間に合うように帰ってきたっていう、なんか主の御手の中があったわけですね。ですので、まあ話元に戻りますけれども、このマタイの福音書13章23節ってものすごく重要なんだってことですね。じゃあこの御言葉は一体何の御言葉かっていうと、13章の、最初の頃に書いてますけれども、種をまく種まきの例えなんで、大勢の、人々が来てたわけです。それでその中でね、イエス様は大勢の群衆に向かって分かりやすい例えを言ったわけで、種まき、種をまいたら実が出て実がなるっていう話です。これ分かりやすいですね。でそういう話をしたわけだけど、その種まきのじゃあ例えなんですけども、じゃあ
じゃあ種って何なのかっていうことですね。でそれに関しては、ルカの福音書の次のところを見てください。ルカの福音書8章11節にこう書いています。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。だから種とは神の言葉なんだってことが書いてます。だからイエス様が種まきの例えをしたんですけども、神の言葉が種なんだ。そして当然ながら種をまかないと実はなりませんよね。そうですよね。で種がまかれてそれで実がなっていく。だから重要なのは何かっていうと種があるかって、でその種とは何かっていうのが実はその神の言葉なんだってことですね。そして秋元牧師がそこでおっしゃられたのは何かっていうと、この神の言葉に立つときに必ず実が出てくるってことですね。そして嬉しいのはね、30倍60倍100倍じゃない、100倍60倍30倍、だから最初100倍から来てるんですね。なんかこう嬉しいですね。そういったところ、必ず実が結ばれる。じゃあ何、どこに鍵があるかっていうと神の言葉なんです。ここです。だから今例えばね、教会に語られてますね、あの私は愛されています、で私は誰よりも愛されています、これは聖書が言ってる言葉ですよね。その聖書の言ってる教えであり約束であるわけなんですね。そうするとね、そこに立ってるだけで、いや私は愛されています、私は誰よりも愛されていますっていうところの神の言葉に立てばどうなのか、必ず実が結ばれていくってことですね。で逆を考えてみたいですね。私は愛されていません、私は誰よりも愛されていませんってなったらもうちょっと悲惨な感じになりますよね。それは聖書は言っていることとは違うからです。だからどうなのかってポイントは神の言葉に立つ、で必ず神の言葉が立つときに実が結ばれる。でじゃあそれを神の言葉に立つっていうのをもっと砕いていくとどういうことになるかっていうのを3つの段階で秋元牧師は説明されました。1つは神の言葉を聞いて悟る。悟るっていうのは理解する、あこういうこと、例えば全てのことについて感謝しなさいっていうとね、悪いことも良いことも感謝するってことになるわけですね。で理解する、でそれで受け取る、あそうだ、あ全てのことを感謝することを受け取る、そうそうだって思ったわけですね。そして3番目、従う事項。じゃあ何かあった時に全てのことを感謝するっていうね、でそれを実際に始めてみるってことですね。で特別にマーリン・キャロダーさんとの関わりで賛美と感謝の礼を私たちは継承されているわけです。まあ、マリン様は世界的な器なんで賛美と感謝の礼を継承している教会とかたくさんあると思います。だけれども私たちも前もって神様から、賛美と感謝の礼を継承させるっていう言葉があった上で、そのマーニーさんのセミナーの時ね、私覚えてるんですよ、あの手をつないでなんかこう祈ったんです、全体で。でマーニーさんとも手をつないで、でなぜ手をつないで祈ったかちょっと私忘れてたんですけども、ちゃんと覚えてる人がいて、それは賛美と感謝の礼の継承のことだった。だから神様が語られてその通りマーニーさんがその賛美と感謝の礼を継承させたっておっしゃられたので、だからどうなのかっていうと、それを私たちに与えられている言葉ですね。そうするとそこに立つときにどうなのかっていうと、はっきりと実が結ばれてくるってことをね、覚えていただきたいと思います。それで私はその長崎チームのことなんですけども、まああの自分もその長崎チームの、と同じようにですね、黙示録を一回読みました。それからですね、先週かな、その前の週ですね、だから2週間前ですか。でそれともに、動画も10本見ました。でそれでですね、見た時にもちろん、まあ、彼らの歩みっていうのは本当にこうあの天を見据えた歩みだったなっていうのをあの改めて思ったわけなんですけども、すごくですね、あの私がすごく驚いたことがあったんですね。でそれは何かっていうと、宣教師の方々、なぜこの地の果てともいえるその日本までですね、あんなに苦労してこう日本まで来て、そして命を捧げてくださったのかっていうのがすごくですね不思議だったっていうの、一体彼らは一体何に揺り動かされて来たのかなっていうのがすごく疑問だったんで、まあ祈ってたわけですね。それで、まあ、さっきあの私話しましたけども、長崎チームが出てる時には
なんかその私の生活の中でもいろんな神様の語りかけがきっとあるっていうふうに私は捉えてるわけなんですね。それで先週 の月曜日と火曜日に私は山口県の下関ってところに行ってました。でなぜ行ったかっていうと母の誕生日をお祝いするってことなんですね。で久保田家はですね兄と私と弟の男3人兄弟なんですね。それで母がちょうど9月16日誕生日だったんで、弟が行ってで兄が全ての手配してそれでですね行ってお祝いをしたわけなんですね。でそれで普段は実家に泊まってんですけども、母もだいぶ年取ってきたしなんかこういろんなこう準備してまた片付けたりとかなんか気を使ったら大変だろうって兄が言ってですねそれもそうだなっていうんで近くの実家の近くのホテルにこう泊まってですねで一緒に食事したりとかで翌日は朝早く起きたんで関門海峡っていうんですけどちょうど文字とかこう本州が見えるんですけどもそこをブラブラしてたんですね。でそしたらですねその記念碑がなんかあってですねその下関側にねで何の記念碑かなって言ってふって見てみたらこういう記念碑だったんです。ザビエルが日本に行くことを決意させた聖書の言葉っていうんでたとえ全世界を手に入れても自分の魂を失ったならば何の益になろうか。マタイの福音書16章26節ちょっと開いてもらっていいですか。24から読みますね。マタイの福音書16章24節それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを見出すのです。26節人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。でその御言葉がねバーッと出てたのでさっき言われたように私が話したようになぜ彼らは宣教師はそこまで来てそこまでして命をかけてですね日本までやってきたのかなって彼らを揺り動かしたのは一体何だったのかなっていうのがもう一つ納得がいかないところがあって神様に祈っていたんですね。そしたらですねブラブラと 兄と弟と散歩してたらその日があってですねザビエルが日本に行くことを決意させた聖書の言葉バーンって出てたんですね。びっくりしました。でそれで、ね、何かっていうとその今言ったマタイの、16章26節の御言葉だったわけですね。で皆さん学校でですねザビエルが1549年に日本に最初にキリスト教を伝えたってこともなんかうろ覚えても覚えてる人どれくらいいます。そういうのなんかあったなっていう結構出てますよね。で私もなんか中学校か高校か忘れましたけれどもその辺ぐらいで習ったと思います。あザビエルっていうかねでキリスト教っていうか、まだその時はクリスチャンではなかったんですけどでじゃあなぜ日本に来たのかっていうと実は聖書の言葉だった。もう一回さっきの聖書の御言葉いいですかね。マタイの福音書16章26節人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得かありましょう。この聖書の御言葉にザビエルは応答したっていう話なんですね。ザビエルは貴族のバスク地方っていうんですけれどもイベリア半島でバスク地方っていうところの貴族の出身 で19歳でパリ大学に入ってそれで成績もいいしで将来も約束されてたそうです。ところがですねそこにですね37歳からザビエルよりずっと年のね取ったですねロヨラっていう人がやってきてですねそのロヨラがですねその今の御言葉もう一回開いてもらっていいですか。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得かありましょうってその御言葉をザビエルに言ってきたそうなんですね。でそれでその聖書の言葉に触れてですねそしてザビエルはどういう決断をしたかっていうとその将来は全部約束されてたわけなんですけど全部キャンセルしてそしてですね、イエズス会っていうのが始まったきっかけなんですけどもそれで宣教に行くって形になったんですね。それで最初インドまで行ってそれでインドまで行ったところで
日本人と会ったんですね。でそれがこう日本にも行ってみようっていう思いになって、それで日本までこう来たんで、でそれで1549年、フランシスコ・ザビエルが日本に初めて来たっていうきっかけだと。でどうなのかっていうと、聖書の言葉に応答したんです。いいですか。神の言葉を聞いて悟って理解して、でザビエルは受け取って、神の言葉に立ってですね、その26節の前のところにあるのは弟子の招きっていうところなんですけども、もし私にこうですね、誰でも私についてきたいと思うのは自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいっていうね、その御言葉に従ってですね応答して、そして来たんですね。じゃあどういうことが言えるかっていうと、もしもザビエルがそこでそういう選択をしていなかったとしたら、1549年に日本にキリスト教こう福音は伝わってなかったことになるわけですね。だからそういう意味で本当にザビエルがそこでその選択をして、聖書の御言葉に立って全てを捨てて、そして宣教に出てきてくださったことで、インドだけじゃなくて今度は日本までやってきてくださったっていうのは本当にこうなんかすごいことだなって思いました。それで、まあ、ザビエルは日本に来て日本には2年しかいなかったそうです。で最初鹿児島で平戸で下関で山口 で結局インドに戻って、でそれからですね、またそれから中国に行こうとしたんですね。それで中国に行こうとしたけど入れないで、そこで46歳で亡くなったって書いてある。でなぜ中国に行こうかって思ったかっていうと、日本宣教を行っていく上で中国文化の理解は絶対に不可欠だって分かったそうだ。だから中国に行こうと思って、中国に行って途中で入れないでそこで病死したって46歳。そうするとね、殉教はしてないわけですよ。殉教はしてないけど日本を愛し、日本に福音を伝えることをなんかこう心に思って、その過程で亡くなったっていうのは、まあ神の前には殉教って言っても悪くないかなって思ったりするわけですね。だからそういう意味で、あ、本当にそういう人、まあ、私はよく知らなかったんですけども、そういった人がいたから、ザビエルみたいな人がいて、そして聖書の御言葉に、ね、ある人はねこの聖書の御言葉ってそのままさーって通り過ぎてしまうかもしれません。だけどザビエルはロエラの言葉を聞いて、そしてその聖書の言葉に応答して、26節ですね、その次の次、はい、人がたとえ全世界をね全部手に入れても、まことの命、まあ永遠の命って言ってもいいですし、あるいは神が与えてくださった計画って言ってもいいかもしれませんけども、それを失ってしまったら何の得がありましょうかって。で本当に価値があるのは永遠に続くものであり、また神が与えているものなんだっていうことをザビエルはきっと分かったと思うんですね。でそれでね、全てその先が分かってて、で将来も約束されたそのパリ大学でそれも全部分かったんだけど、それも全部捨てたのが28歳だったっていうことですね、だそうです。なのでまあその神の言葉を聞いて、そして悟って受け取って従ったってことですね。それで、まあ、どういうことが言えるかなっていうと、もしかしたらザビエルがそういう神の言葉に応答して従って、その神の言葉に立った身としてね、例えば26世人のその後の1597年の約50年後の26世人の会談があり、またそのずっとずっとあの後に私たちがここで救われてですね、教会に集って礼拝していること、そういったことがも彼らの、まあ例えばザビエとかそういったことの、まあその神の言葉に従ったそのなんか身の一つなのかもしれないなっていうのをちょっと思い始めてるんですね。だからそういう意味で、あ、本当にこう神の言葉に、まさかね神の言葉に応答してそれで日本に来たっていうのは私はそこまでは思っていなかったんですね。でその時日本にはまだ福音が一度も伝わったことはなかったわけですね。そうするとね、まあこれで終わりにしていきますけども、もしかしたら神様がね、海外宣教がねこれから次の段階と言われてますからね、まあ、もしかしたらザビエルに神様が語ったように同じ御言葉を通してチャレンジ
してくるかもしれませんね。まだ一度も福音が語られてない国、届けられてない国、今日本、この世界中、世界の中においてはね、福音を語ってるだけで、福音を語ったがゆえに合法的に逮捕されて処刑される国ってあるんです。あります、いろんなところに。でもしかしてそういったところに、 もちろん21世紀型の選挙だから、こういろんなインターネットを駆使してね、いや AI を駆使して、まあ、選挙もするかもしれませんけれども、でももしかしてあなたが生きなさいっていう形で、ね、語ってきた時に、じゃあそういう選択が来た時に、じゃあ自分は応答できるかなってちょっとふと自分で思ってみたりしたんですね。そしたら、まあ、神様の特別な恵みがあったら応答はできるかもしれませんけれども、即答はちょっとできないなってちょっと思ったわけなんですね。で、まあ、ひょっとしたらね、これが海外宣言も次の段階で、今まで言ったことのない地に入っていくっていうことがあったわけ、ね、で、そういった時にはやっぱりそういったこともあり得るかなってもちょっと思いました。で、話元に戻ります。神の言葉に立つ、必ず実が結ばれる。で、それは私たちが本当にこう、まあ、今何を出したらいいのかなって祈ってるんですけども、神様が私たち一人一人に与えられているその神の言葉っていうのをね、もう一度点検する。で、点検してですね、今神の言葉を聞いて悟ってる段階と、受け取ってる段階と、でもまだ従ってないと、そういうのもあるかもしれません。それをね、やっぱりちょっと長崎チームの期間ちょっと点検してもいいかなとも思ったりしています。で、神様がこの年度でですね、年度の御言葉としてマタイの福音書13章23節の神の言葉を聞いて、そして神の言葉に立つならば必ず実が結ばれると語られています。原則は必ずその通りです。で、神の言葉とは、その種とは神の言葉ですね。だから神の言葉に立つってこと。じゃあどうなのかっていうと、ある働きに関しては神の言葉抜きで動いている場合もあるかもしれませんね。で、そういった場合はちょっと点検し直すってことですね。必要があるということをね、覚えていただきたいと思います。本当に神の言葉に立っているかどうかっていうのは点検して、神の言葉に立って、悟る、受け取るだけじゃなくて、最後まで従っていく、従い通していくってことをね、覚えていただきたいと思います。その時ですね、100倍の実が結ばれているので、その実がね、結ばれていくってことをね、覚えていただきたいと思います。またマリーさんを通してですね、最後のメッセージで一人が100万人って語りましたね。で、その一人が100万人っていうのも聞いてるんですけど、悟って受け取って従ってるとですね、実が結ばれていきます。アフリカでね、ボンケっていう人が素晴らしい働きをしたわけですけども、ボンケは最初10人だったってことですね。でもボンケが言ったのは、確かに10人だったけど、集まったのは10人だったけど、神様から予言を通して与えたたくさんの言葉があった。なんか主の十字架っていうか TLA と似てるような感じがしますけども、だったってことですね。それでその後にボンケの働きで何人救われたかって聖書調べてみたんですね。7600万人だそうです。100万人どころじゃなくて、すごい実が結ばれてる。で、神様はそれをなそうとして、皆さんを通して、また私を通してなそうと。で、鍵はどこかというと、神の言葉。神の言葉にどう対応するか、真面目に対応するようにって、秋元さっきおっしゃってましたけど、やっぱりちょっと真面目にですね、神の言葉に対して真面目に対応して、たくさんの収穫が約束されているので、見ていきたいと思います。お祈りします。はい、聖様、本当に年度の御言葉として、マタイの福音書13章23節を与えてくださったことをありがとうございます。まだこの聖書の御言葉を通しての実をまだ十分受け切ってないです。どうぞさらにこの御言葉の意味合いを開いていってくださり、お一人お一人がこの年度の御言葉を通してのたくさんの実を今年度中にさらに見ていくことができるように、どうぞ助け導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それでは癒しのために一言お祈りしたいと思います。体と精神のためにお祈りしたいと思います。愛聖様、あなたが癒し主であることを感謝します。今はどうぞ体に触れ、精神に触れ、あなたの癒しを表してください。イエスキリストを止めて、体と精神に見えず、今癒さいよ、癒さいよ、癒さいよ。 歯がこうガクガクしてるんですね。その原因のところに見えず癒さいよ、喉の痛みに見えず癒さいよ、
喉の痛みに見えず今癒せよ。喉の痛みに見えず今癒せよ。愛するイエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それでは、中本くんのハレリア。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。どうぞお座りになってください。これで礼拝を立ちます。感謝します。